大阪城区大乾杯。はいどうも、大原ひろくです。ありがとうございます。さて、大阪城区にですね、大寒波ということで、強風で気温が低くなってチャリンコの私には辛い今日この頃ですけれども、いつものお店に来てるんですが、この前動画で出しました南国育ち、あれがね結構にぎわってまして、お客さんもついてるし、出玉も出てるしと、自分は痛い目にあったんでぶつきはないんですが、なんかちょっとね、今日お店のブログに気になるケチええなとか、なんかそういう言葉が使ってたんで、まさかの A タイプ示唆かなというふうにも思ったんですけど、まあ、今日も今日とてディスカルプというわけで、早速実践頑張っていきたいと思います。イニシエの神々を、エネルギーのパワーを、今こそ我に。ライトニングサンダー、いつもの台なんですけど、ほんまに甘いんかなって思いますよね。もう4000枚近く吸い込んでるんで。チンコ見てもちょっとあれやし、リスクアップしかないですね。
このパターン。
っぱりね、たとえ種もみ設定でも人の身来るまでね待たないと。私待つはいつまでも待つ。待てるか、やめややめや。実戦終了でした。いやもう何ともコメントのしようのない実戦でしたね。何が悪いって自分の引きなんですけど、いやほんまにね、2週間で7000枚も消えるって、まあまあじゃないですか。まあ、とにかくエイリアンで出た分は全部もう消えましたね。ねえ、本当に確率のいたずらなんでしょうけど、いやー難しい。だってビタ牛が常に90羽以上あって、まあ、人並みにスロット打てて、それでこれですもん。いやー、やっぱ言った通りね、あそこがエメドキでしたね。もうね、ディスクこう見えてもこんな自分でもまあまあ回してきてるんで、もう分かるんですよね、あのやめどきって。ほんとそっから良くなることもあるとは思いますけど、その確率の方が低いと思う。やっぱりディスクアップとね、長いこと付き合おうと思えばね、もうプラマイゼロ、あるいはちょっとプラス、もうこの時点でやめるっていうのをね、もう徹底した方がいいと思います。まあでもね、勝ちたいですよね。ねえ、本当にね、私の心も風にさらされて、もう待ちました。待ちくたびれました。待ち疲れました。いつもの寄り道、戻り道。いやレニブルも終わったはずなのに、なぜ追いかけるの。お疲れ様でした。ぐいちゃん寝てんか。